もう本当にね、イライラしてましたよ、本当に。なんかね、ちょっとホストとかやってたじゃないですか、僕。そういう時、超不細工なね、客が来てね、もう見るからに、お金使わないと男に相手にされないような、ほんと絵に描いた不細工がして、片方は2人組なんですよ。で、片方はすっげえ太ってて、で、片方は痩せてはいるけど超不細工で、みたいな、もうそんなのが来て、もうなんだろう。で、指名のホストみたいなのがいて、で、ヘルプでつくわけですよ、僕たちはね。で、それで、ヘルプでついて、なんかもう、おめえ飲めよ、みたいなさ、おめえ飲めよ、みたいなさ、で、お客だからさ、何も言えない、飲むしかないじゃないですか。で、無理やりさ、もうみんな飲むわけですよ、ヘルプが。おめえ飲んで盛り上げろやろ、それがホストの仕事だろ、とかって言われてさ、うわぁ、こいつ、ホストとか来ねえと男に強く言えねえんだろうな、普段、ホストじゃなかったらね、ブサイクで男に相手にされねえで、ブサイク、ブサイクってこう、散々言われ続けてきたのを、ここにね、なんかその、お客っていう立場を利用してね、ここをはけ口にしてるんだとか、思いながら、ね、それでね、やるわけですよ。しかもその、どんだけ頑張ってこっちが飲んでもね、キャバクラと違って、その飲んだやつは全部その指名のホストにバックが行くわけですよ。やってらんないっすよ。まあ飲むのも仕事なんですけどね。そんなヘルプでついてる自分がいけないんですけどね。その自分の給料はそのお客さんを呼んでくれてる人がね、からの利益でもらってるのは分かってんすけど。ああ、バカッパさん、ありがとうございます。それでさ、すげえさ、もうほんと、飲めやとかつってさ、もうありえないぐらい飲まされてたりさ、俺にはなんか比較的優しかったんだけど、その人。俺には、すげえ飲まされるやつがいつも決まってて、俺には結構優しかったんだよ、でもその人はね。でもそれでもね、たまに、すげえそいつが酔うと、なんかすげえ俺にもたまにきつく当たる時があって、ノーヘアみたいな感じでさ、もう本当にね、こんななんで不細工どもにこんなこと、こんなに不理屈に、しかもめちゃめちゃですよ。飲めやってても飲ます量が半端なくて、誰でも潰れるような量とか飲ますんですよ。なんか度が濃いさ、ウイスキーとかそういうのをさ、すげえ一気しろとかさ、無理じゃないですか。そのね、ウイスキーをね、顔面にね、そのクソブスのやつとかにね、引っ掛けたくなりましたよ、マジで。一生飲んでろとかっていう、一生飲んでろ、お前その席で一生飲んでろとか言うんですよ。考えられない、お前。一生飲んでろってどういうことだよっていうね。じゃあ、おめえは逆に、一生このウイスキー飲んでられるのかって話じゃないですか。しかも自分のバックにもならないのにさ。何これ、てめえが一生飲んでろやって感じじゃないですか。いや、別にいいんすよ。酒をね、飲ましても、楽しくね。俺なんかノリでさ、よくあるじゃないですか。なんか、相川七瀬の、夢見る少女じゃいられないってあるじゃないですか。あー、バカッパさん、ありがとうございます。パフェ。お前酒飲めないのよく飲んだの。いや、俺ね、昔すごかったんですよ、本当に。マジで飲まなかったんだけど、その時だけ、気合で飲んだら、意外と飲めた、本当に。あと、しばらくこう飲んでた時期があったから、その、飲みたくないけど、お酒まずいけど、そういうんで飲まなくちゃいけない時があって。しばらくね、飲んだんですよ。そしたらね、焼酎あるじゃん。あれ割らないで、コップ、まあ、普通のサイズのコップ、これよりもちょっと大きいぐらいの量のコップを、なんか3杯とか一気したからね、一気に。割らないで。で、それでも大丈夫だった。大丈夫だったってか、やばかったけど、でも大丈夫だったんですよ、あの頃まだ。ちょっと慣れてたんだろうね、連続で飲んでたから。あー、オリンゴさん、バーガーありがとうございます。そう、根性っすよ。考えられないっすよ、マジで。まあ、飲み屋みたいな感じやもんね。そう、今言い忘れたけど。なんか、夢見る少女でいられないってあるじゃないですか。相川七瀬の。あれのリズムに合わせてカラオケ入って、飲めない、なんとかじゃいられない、みたいな感じで、名前入れるんですよ、そのなんとかって。例えば、俺、慎吾って名前、まあ、俺、ゆうたって名前だったんだけど、
あと、姫ちゃんのリボンって名前でやってたんだけど、飲めない信号じゃいられないみたいな感じで、カラオケ歌ってるとき、その指名来たら飲まなきゃいけないみたいな、そういう感じでね、みんなで楽しくワイワイと飲めやみたいな感じだったら全然いいんだけど、あからさま度が濃くて無理でぶっ潰れるの分かってるのに、それをなんか、おい、飲めよ、てめえ、てめえ、仕事だろ、みたいな感じで、文句口調で言ってきてさ、こっちで気分悪くなるじゃないですか、そんなこと言ったらさ、言われたらさ、こんな風に飲めやって言われたらさ、しかも、あからさま、いじめじゃん、そんなのだって。めちゃめちゃ、度が濃い酒を、んな態度で飲めって。こんなのだってさ、あれ、強要ですよ、マジで。本当に。そんなの警察行って、通るのかな、それって。あからさま強くてぶっ潰れるような度が濃いやつは飲めや、おめえ飲めやって強要ですよ、そんなの、マジで。飲めない日は、色カレ呼んでたな。色カレ？ これはホットモットの弁当です。ああ、柿並さん、ハルカありがとうございます。通るわけない。いや、でも、一応、強要ではあるからね。あ、ハルさん、バーガーありがとうございます。くだらないっすよ、マジで。本当にあんな世界は。もう二度とやりたくないっすよ。ってか、別に、俺やりたくてやったわけじゃないんだけど、俺気分が病んでてやっただけなんだけど。まあ、友達に誘われてね。ホットモットがいろいろ食べたい。あ、本当っすか？そう、あとね、俺なんかやっぱ女の子にね、あんまりね、お金を貢がすみたいなのがあんまりなんか好きくないんだよ、なんか。だから、そういうのもあってやりたくないなと思った。まあ、サンバは別だけどね、サンバは別に見返りを求めないでもらってるものだし、まあ、このアイテムとかもそうですけど、なんか見返りを求められて、貢がせるってのはなんか違う気がするなって思って。いや、そこね、俺もね、そこプライドがあるんですよ、そこはね。ホストも試合いるけど、女の子にかなり貢いでもらってる。まあ別に、貢いでもらうこと自体は悪いことだとは思わないですけど、なんか、なんて言うんだろう。騙しちゃダメだよね。俺なんか、封を落として100万使いました。おい、ちょっと、バカッパさん。ちょっとパフェありがとうございます。いつもアイテムもらってるから強く言えないけど、ダメですよ、ほんとそんなこと言っちゃマジで。やっちゃう、そんなこと言っちゃダメですよ、マジで。いや、ほんとにね、騙したらダメだと思う。別にもらう分にはいいと思うんだけど、例えば、気がないのに気があるふりをして、お前のこと好きだからお金ちょうだいみたいなのはダメだと思いますよ。まあ、例えば、じゃあ、なんかもうほんとすっごいもうゾッコンになっちゃった女の子がいて、じゃあ10万とか100万で一回やらせてみたいなことを女の子から言ってきたんだったら、それは別にいいと思うんだよ。
それは別に女の子からそういうふうに言ってきて、それで納得するんだったら別にそれはそれで